お願いします。さあ今回はジャパンショーケースツアーと銘打ちまして、初めてのショーケースツアーなんですが、もっと NCT127 のことを知りたいと思っている皆様のためにこんな企画をご用意いたしました。題して究極の質問に答えよう、 Yes No Question。 さあこちらのコーナーではファンの皆様からツイッター、そして今日お越しの会場にて、お客さんに募集いたしました質問にメンバーの皆さんに答えていただこうと思います。はい、究極の質問というだけに、はい、まあ、かなり難しい質問が予想されますが、心の準備はよろしいですか。行きましょう。大丈夫です、はい、万全ですね。ありがとうございます。はい、大丈夫です。それではまず、ホワイトボードに今日会場に来られたファンの皆様から質問が貼られています。まあ、事前にいくつか選んでいただいたんですが、最後の決め手ということで、まずゆうたさん、はい、僕ですか。1枚選んでいただきます。わかりました。はい、お願いします。頑張ります。じゃあちょっと面白いの選ぶね。見てますね、見てますね。あ、決まったかな。あ、これにします。はい、ありがとうございます。こちら夏希さんからいただいたクエスチョンです。好きな女の子のファッションはスカートかズボンだったらスカート、 Yes or No。 スカートの人は Yes、 ズボンの人は No でお願いします。夏希さん、クエスチョンどうもありがとうございます。さあ行きますよ。それでは行きます。せーの、 Yes or No。 出ましたね、このお決まりのどっちとも言えない持ち方。はい、 Yes 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 On 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 っていうのもありますけど、いや、じゃあこの微妙な持ち方をしている人から聞いてみましょうか。マークさん、どういう意味ですか。あ、그냥그런거없이다좋습니다。僕は、どちらかというよりも、もう全部好きです。全部好きです、ありがとうございます。あの質問を引いたゆうたさんも持ち方両方取れる感じだったんですけど、はい、以下同文です。同じですね、はい、はい、ではウィンウィンさんもどっちですか。저도두개다좋아요。그여름대치마입어요。그겨울대그청바지입어요。僕もどっちも好きです。夏にはスカートを履きます。冬にはジーパンを履きます。季節によってね、ありますよね。あれ、ドヨンさんもどっちですか。저도그냥본인이좋아하는거입으시면될것같습니다。僕もただその自分が好きなものを着ているのが一番いいと思います。なるほどね、好みがあるということですね。でははっきりノーと出しているお隣のテイルさんはズボンということですか。あ、네、그다좋긴하지만굳이고르자면저는바지를바지가좋습니다여러분。全部いいんですけれども、あえて一つ選ぶというのであればズボンですね。ズボンが好きです皆さん。皆さん次来るときに考えますよね。じゃあジャニーさんはイエス、スカートが好きですか。그게아니아중간이뭐야중간ってなんだよ。아중간너무애매해요。중간은ちょっと아이게이게굳이따지자면이게윈윈이가한말이맞는것같아요。이제나아이때날씨에따라서다다른데이제따뜻해지고있으니까중간도괜찮다이거죠。あえて選ぶのであれば、ウィンウィンが言っていることが正しいと思うんですね。お天気によって変えていくのもいいと思います。今は暖かくなってきているので、スカートもいいかなと思ったんです。여러분다예뻐요。皆さんみんな可愛いです。はい、まとまったところで次の質問に行きたいと思います。はい、さあ続いてはツイッターからです。お名前がきなこさんから。表情などパフォーマンスの表現が一番かっこいいと思うメンバーはいますか？いる場合は Yes、 いない場合は No でお願いします。表情などパフォーマンスの表現が一番かっこいいと思うメンバーがいる。それでは答えていきましょう。せーの、 Yes or No。 Yes。 おー、
ですという答えになりました。ではヘチャンさん誰ですか？저는저희모든멤버가다 멋있다고생각합니다아훈훈해저희멤버가みんなかっこいいと思っています。맞죠여러분そうですよね皆さん。あなたもあなたもってジャニーさん、はい、受け止めましたね。はいといただきました。ではリーダーテヨンさんいかがですか？私たちも笑顔が本当に綺麗から、はい、私たち、はい、私たち、はい、かっこいいです、はい、全員ということでよろしいでしょうか？全員かっこいいです。おー、はい、そのイエスなのかな。違う意味でイエスしてる人いますか？この人っていう人、みんな全員태영이멋있어요어태영이상태영이멋있어요태영상かっこいいです。도현상이かがですか？僕も같은생각同じ考え同じ考え태영태영형오태영상の顔が本当にかっこいいです。本当に顔すごい。急にピンポイントできましたね。ミニにどう할말있대요。ミニにも言いたいことがあるみたいですよ。저는동의해요。태영형너무멋있어요。僕も同意します。태영兄さんが本当にかっこいいです。私、태영さんの顔が world best。 一番ですか？一番。あなたの顔が world best。 ハートが思わず出ましたね。ありがとうございます。では次に行きましょうか。ホワイトボードから、ではじゃあ今集中したテヨンさん、ホワイトボードから一枚お願いします。ワールドベスト顔がわホワイトボード行きますよ。ーワールドベストのわーかっこいい、かっこいい、わーワールドベスト顔がかっこいい、자랑、僕たちの自慢。ありがとうございます。会場にお越しの葵さんからいただいています。最近泣きましたか？最近泣きましたか？いきますよ、せーの、 Yes or No。 僕あるいは他の人じゃなかったら他の人がですか？他のメンバーが、あ、じゃあ自分にしましょう。自分、はい、どうでしょうか？せーの、 Yes or No。あ、集中、あ、全体的には脳が多いようです。あ、イエスも。いつですか？飛行機の中で。映画で映画見てました。같은영화？同じ映画？같은영화？同じ映画？어떤영화？원더？え？원더？아니에요。ゆうたさんは映画で泣かれたということですね、はい、じゃあイエスの人聞いていきましょうかね。ドヨンさんは？僕も映画イエス。何の映画っていうのありますか？어떤영화？ワンダー라는영화가있는데굉장히슬프더라고요。ワンダーという映画があるんですけれども、とても悲しかったです。悲し涙だったんですね。じゃあお隣のテイルさん、いつ泣きました？저는영화보고진짜안우는데진짜몇년만에한10년만에온것같은데요。도영이랑 네말해주세요통역해주세요。네してください。僕も映画を見てほとんど泣くことないんですけれども、数年ぶりに、ほぼ10年ぶりに泣いたような気がします。그도영이랑똑같은영화를봤는데도영이도저랑진짜똑같은포인트에서 똑같이울었더라고요。그래서진짜신기했어요。ドヨンと同じ映画を見たんですけれども、ドヨンと同じポイントで泣いていました。それでとっても不思議でした。泣きポイントが一緒だったんですね。仲良しですね。じゃあ NO の人も聞いてみたいんですけど、チェヒョンさんは最近泣いてないですか？저는어릴때너무많이울어가지고애기때그래서지금눈물이없어진것같아요。僕は子供の時、ちっちゃい時に本当にたくさん泣いたので、最近はもう涙がなくなってしまったような気がします。まさか枯れてしまったのか。ね、でもいつかまた戻ってくるかもしれないですね。さあ続いてツイッターからいきましょう。こちら、マクウェオンイさんからいただいた質問です。海外に
行くとき絶対持っていく食べ物がある。海外に行くとき絶対持っていく食べ物がある。あるという方は Yes、 ない方は No でお願いします。ではいきますよ、せーの、 Yes or No。 これはやっぱり Yes が気になりますよね。へちゃんさん、 Yes、 何を持っていくんでしょうか。저는꼭컵라면을챙기고다닙니다。僕はいつもカップラーメンを持ち歩いています。そうなんですね、持ち歩いてるんですね。해외에서먹는라면이더맛있는것같아요。海外で食べるラーメンの方がもっと美味しいような気がするんです。なるほど、同じラーメンでも食べる場所が違うと味が変わってくるのかもしれないですね。じゃあテヨンさん、イエス。僕は韓国のお菓子を、はい、お菓子を、はい、やはり甘いものがお好きです。はい、甘いもの、甘いお菓子を가지고갑니다。待っていきます。はい、なるほど。ウィンウィンさんもイエスですか。イエスですね。저는사실요새만많이가져가요그차많이가져가요여행가서요새만最近になって始めたことなんですけれども、海外に行くときはお茶をよく持って行っています。じゃあそのお茶を海外でも、じゃあ食事の前後とかに飲んだりするんですか。どんなタイミングで飲むんだろう。ね、ゆみな、はい。お茶はどんな時に飲むんですか。あ、かわいい。あちめくご、いだんごはご、あまやあまおほもごよ。いだが공연끝나고마셔요。ね、公演が終わった後に朝飲んで、それから公演が終わった後に飲みます。なるほど、じゃあほっと一息つく時に飲んでいらっしゃるんですね。ではお隣のテイルさんもイエスと挙げています。저도사실없었는데저해찬이랑최근에방을한번쓰고난이후로그해찬이가컵라면을매일가져오더라고요。僕も特になかったんですけれども、へちゃん君と一緒に部屋を使うようになって、へちゃんがいつも、カップラーメンを持ち歩いていたんですね。ね、그때기억이너무강하게남아가지고저도그이후로부터이제컵라면을먹지않아도챙겨가기는꼭합니다。あ、その時の記憶がとても強烈に残ったので、それ以来、食べなくてもカップラーメンはいつも持っていくようにしているんです。여러분도한번시도해보세요。皆さんも一度トライしてみてください。ぜひお試しください。さあ、それでは会場からの質問に移ります。ちょっと遠いんですが、ドヨンさん、会場からの質問1枚選んでいただけますか。あ、ドヨンさん、お久しぶり。お久しぶりです。こんばんは。あ、こんばんは。あ、かわいい。ああ、かっこいい。あ、さよなら。さよなら。どうもありがとうございます。オルデベスト顔が。ではこちら、ナオさんからの質問です。自分の顔はお父さんに似ていると思いますか。思うという方はイエス、似てないかなという方はノーでお願いします。自分の顔はお父さんに似ていると思いますか。いきますよ、せーの、イエスオアノー。バラバラですね。ウィミンさんがオンに、あ、オン。すみません。なっちゃうんですよね、なっちゃうんですよ。じゃあマークさん、イエス、似てますか。あ、이게저도계속갈렸는데이번에저희이제가족저희멤버들이저희가족을다봤거든요。근데일단옆에있는해찬이가계속 아빠너무닮았다고해가지고그걸어머니닮은것같은데계속갈려요。아반반반반오케이오케이반반。これについてはずっと意見が分かれていたんですけれども、最近メンバーが僕たちの家族を全員見たんですね。そしたら隣にいるへちゃん君がお父さんにそっくりだっていうふうに言っていたんです。でもお母さんにも似ていますよ。やっぱりじゃあ半々ということですね。へちゃんさん、どう思いました、見てみて。네、마크형아버지가조금더잘생기시긴하셨어요。でも마크兄さんのお父さんの方がもっとイケメンかなと思いました。そうなんですね、超絶なイケメンですね、お父さんね。じゃあね、さあ、ジャニーさんが、はいはい。ジャニーさんはイエスということで、お父さんに似ているということですか。
어저같은경우에는부모님의다그좋은것들만갖고와가지고まあ僕の場合は両親のいいところばかり似たんですね。자니그래그그래서이게애매한게제가엄마랑다니면아빠닮았다고많이듣고아빠랑다니면엄마랑많이닮았다고들어요なので、これは答えるのが微妙なのが、母と一緒に歩いているとお父さんにそっくりだと言われますし、父と一緒に歩いていると母によく似ていると言われるんです。そうなんですね。결론은 난멋있다예요。結論は僕はかっこいいです。야正しい結論だと思います。では、脳を上げているユタさんは、はい、どうですか、どちらに似ているってありますか。僕は 100% お母さんにだと思います。お父さん、ごめんなさい。いやいや、お母さんも綺麗なんでしょうね。はい、さあ、それでは、最後の質問になります。こちらツイッターからですね、マッコさんからいただきました。ヘチャンさんよりも末っ子のように甘えん坊がいる。へちゃんさんよりも末っ子のように甘えん坊がいる。いるという方はイエス、いないなという方はノーでお願いします。せーの、イエス or ノー。お、分かれますね。あ、結構、あ、全へちゃんにぼだとへちゃんよりもっとですか。そう、あ、へちゃんさんよりもということですよ。ということは、あ、ノーが多い中でイエスの人もいますね。도연쌤誰ですか、ズバリ。해찬이보다더응석을부린다기보다는해찬이보다더챙겨줘야되는멤버들이있어요。해찬よりもっと甘えん坊というよりも、해찬よりもっと世話が焼けるメンバーがいます。誰でしょうか。마크랑윈민이가。はい、맞아요。아、맞아요。そうです、そうです。2人上がりましたね。これは聞かないと。마크さん、反論もありますか。아사실약간인정인정하는것같아요。아まあ正直認めざるを得ないですね。認めましたね。これは受け入れましたね。ウィンウィンさんはどう思いますか。그냥편하게싸우고있어요。편하게살고있어요。気楽に生きています。なるほど。じゃあ。自由自由。あ、かわいい。かわいい。まあ、実際末っ子のへちゃんさんは自分が一番末っ子っぽいな、甘えん坊だなと思いますか。あ、응석、그러니까형들한테애교이런거는확실히많은데、저는약간혼자서도약간잘사는것같아요。僕は確かにお兄さんたちに甘えたり愛嬌は多いと思うんですけれども、僕は一人でもよく生きていける方だと思います。で、확실히애교는진짜많은것같아요。でも間違いなく愛嬌は多いなと思います。本当ですか。本当です。お、あ、どうぞという、どうぞというジェスチャーがください。あ、이런이런형들한테이런거많이。あ、あ、オッケーオッケー。こういうことをよくしています。있으면만약에그냥형이이렇게저를안보고있어요。お兄さんが僕のことを見ていないとしますね。이런거진짜많이합니다。こういうのはしょっちゅうやってます。どうもありがとうございます。いや、最強の末っ子の愛嬌が見れたところで、究極の質問に答えよう。 Yes, No question。 どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さん NCT127 のいろんな姿見たいですよね。かしこまりました。さあ、続いての企画はこちらです。ジェスチャーゲーム。